ちは。ようこそお越しいただきました。どうぞ。お願いします。まさか3年半後にこのような機会を設けていただけるので本当に感激しております。事業の概要の方なんですが、この彼らがですね、高校1年生の時ですね。の3月ですから、もう2年生になろうという時に、千葉県知事選挙がやってくるということだったんですけど、なんかこう生徒の様子を見てると、なんかあまり関心がなさそうな感じがしたので、これはちょっともったいないなというところで、せっかくですから、いい機会なので、改めて千葉県のいいところですとか、課題とか、そのあたりをもう一度生徒と一緒に考える授業からスタートしたというところです。でそしたらその中でなんかこう生徒の中でグループで話している中で、千葉県、まあ、早見君なんてそうだと思うんですけど、千葉県知事の候補者に話を聞いてみたいねなんていうつぶやきがありまして、これ面白いなというところで、知事のご協力もあって、こういった政策意見交換会が実現したというところになっております。でまあ、ただその1回限りの授業でなくてですね、3年かけて、まあ、この彼らとは1年から3年まで同じ学年で過ごしてきましたので、3年かけて政治参加の意識が高まるような授業をやってきたというところです。で今日卒業後もどうなるかということが伺えるので、私自身も楽しみにしております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はじめに早見さん、お願いします。よろしくお願いします。高校生が、例えば街頭演説ですとか、そういうふうに自分たちの方から候補者の方に話を聞くっていうのはあんまりなかったと思うんですけど、そういう場を、先生方だったり知事のご協力もありながら提供していただけたことっていうのはすごく有意義だったなというふうに思います。で、現実に、校舎の全面改装っていう計画が決まったことを知って、大学でもその行政法規、さまざまな手続きを必要があるっていうのを法的な勉強しておりまして、やっぱりそれを一つ達成するのにもすごく大変だったんだろうなと、勉強しているとは感じがします。そして、18歳になってから選挙権を、市議会議員選挙ですとか、行使する機会がありました。で、実際に選挙に行って、ただ、現在の国政の状況を見ていると、やっぱり、有権者の行動っていうのは投票で終わりじゃなくて、きちんと権力者を監視するというか、最後まで僕らが居続けることがすごく大事だなというふうに思いました。続きまして山本さん、お願いします。山本です。よろしくお願いいたします。高校1年生の時にあのような授業を受けられたっていうのはとても貴重な体験として私の中にも残っております。その時のやっていただいた主権者教育っていうのであったりですとか、あと投票率、若者の投票率がやっぱり減少傾向にあるっていうことから、高校生の時に実践的な主権者教育をやっていただいたっていうことは本当に自分の中でも大きな実りになったなと感じております。校舎の全面改修っていう話を大塚先生から聞きまして、驚いたっていうのが一番なんですけれども、それとともに自分たちが考えて伝えた政策が実際に政策に反映されたっていうところで、政治参加っていうのを強く感じることができたと感じております。あと18歳になってからっていうか、大学生になってからっていうのが一番になるんですけれども、教職を履修しているということもありまして、国の教育に関する政策とか、あと子どもの貧困について興味を持って調べる機会が増えました。それでは馬場さん、お願いします。はい、よろしくお願いいたします。二人みたいにすごいことは言えない。どんなことでも。まずその1年生の時に受けさせていただいた授業で、やっぱそれまではやっぱ政治って自分より遠いものだなって思っていることが多かったので、こう自分の意見を政治家の皆様に聞いていただけるっていうのはすごいいい機会だったなって思いましたし、それがなかったらその後の参議院選挙が、もうその時当然18歳になっていたので参加したんですけれども、その授業がなかったらやっぱ参加していなかったかなと思います。であと この後10月27日に衆議院選挙が行われると思うんですけれども、そのニュースを見た時に自分がより興味を持っていたことに自分自身が驚いて、そのこの大塚先生とか
いろんな方々に協力していただいた3年間がこう自分の政治の興味につながるようになったっていうのがすごいいい経験だったなと思いました。それでは大場さんお願いします。はい、ここです。高校生にとって政治ってすごいなんか遠くて、あの街頭演説とかさっき話してましたけど、うん、僕通り過ぎるだけだったんですよ、うんうんうん、でビラとか配ってても、うん、まあ、通り過ぎるだけで、高校生って案外忙しいんです、うん、部活とか、ね、生きることで忙しいので、うん、普段から、まあ、政治について、うん、耳を傾けるっていうのは結構難しいことだったんですけれども、うんうんうん、その授業を受けてから、まあ、意識はまあ変わりまして、うん、なんか政治って意外とこう結構近いっていうか簡単という言い方もおかしいと思うんですけど、うんうんうん、まあ、トイレきれいにしたいって言って、うんうん、それを知事が言って、うん、今トイレきれいになって、うん、あ、これが一番分かりやすい政治だなって、簡単なシンプルな政治だなって思ったんですよね。だからそれを受けて僕は政治に参加することはちゃんと自分にとって、リターンがあるというか、うん、確かにちょっと労働は働く、まあ、選挙に行って、うん、投票権書いていろんな話の人、いろんな人の話を聞かなきゃいけないっていうのはあるんですけれども、うんうんうん、その中でもやっぱり自分が、してほしいことっていうのはやっぱり権利もあるので、うん、それをこう採用してもらえるっていうのは、うん、政治参加しておいた方が得なんじゃないかなというふうに私は思いましたし、うんうん、今から選挙公約を読んでっていうのをやるだけになったのも、その授業、うん、すごい会が、うん、参加した会があったなと私は思います。うん、あの実はその、政治家以外から見ると、まあ、自分の意見なんてっていうふうに思うかもしれないんですけれども、まず高校生からちゃんと組織的に意見をもらうってことはあんまりないですよ。あの一個人でも珍しいし、そういうこうちゃんと授業でやってみんなで議論した結果代表してぶつけますみたいなのって実はほとんどない。私はあの今回の件で皆さんとお会いできたので、改めて県民の皆さんにも民主主義ってそういうことだよっていうことをまあ伝えていきたいなと思ってます。で実際にアルバイトをしていると、うん、まあ、収入103万円の壁っていう方をいわゆるその、まあ、最低賃金だったりとか、うん、やっぱり、まあ、大学生はほとんどアルバイトをしていると思うので、うん、そういうところでもっと稼ぎたいけど、うん、シフトの調整をしないとか、うん、もうちょっと本当は入りたいわけですねだと思うんですけど、うんうんうん、そういうのを常々感じています。なるほどね。やっぱりあの壁の話言うときってどちらかというとだから主婦的な話にいつもなっちゃうんだけど、そうやってね、僕大学生の話は結構ね、僕はもっともっと言ったらいいと思うんですよ。将来的に、まあ、貯金とか、まあ、そういう年金がなくなっても、うん、そのなんか自分たちがこう生きるために必要な資金とかを、うん、残すための制度とかを、うん、まあ、国でも県でもいいんですけど整えていただきたいなっていうのはありますね、うん、まあ、いつも。ちなみに皆さんはあの日本の年金制度を自分たちが受給するときに、まあ、ある程度この年金で生きていけんなっていうような状態が残ってるというふうに、どれぐらいの人が思ってる？思ってません。思ってません。思ってません。あんまり思ってない。あんまり思ってないのね。うんうんうん。わかりました。そうだね。これ生の感覚だね。国の教育費が結構少ないっていうことが、結構自分が調べてるので分かってるんですけど、うんうんうん、その OECD の加盟国の中でも平均値を下回ってるっていうことで、ね、うん、結構厳しいんじゃないかなって思って、うん、他実際にその教育を受ける側とそれから教職を目指す、まあ、ある種提供側になろうかとってい う, こう両方の目線があると思うんですけども、あの実際にその教育費ここにもっと使えばいいじゃないっていうのは例えばどこになりますか？やっぱり義務教育のところで一番お金を使うべきではないかと思ってまして、うん、その教員だけでその小中学生を見るのは結構難しいなっていうのを感じてるので、一番分かりやすく言ってしまうと、スクールソーシャルワーカーを増やすのが一番有効策ではないかなっていうふうに思っていて、うん、いやもうおっしゃる通りですよ。スクールソーシャルワーカーとかね、スクールカウンセラーとか多様なスタッフももっともっとね、まあ、我々も増やしてきたけども、もっと本当はね国に金出してもらったらもっと増やしたいなという思いがあるので、わかります。
成田街道を通るんですけど、毎回1回ぐらい死にかけるこれが怖くてですね、普段こう津田沼方面に行こうとすると、もういろんな人、自転車通ってる人全員多分ハラハラしながら通ってると思うんですよ。ただ成田街道を広くするっていうのもちょっと大変だと思うので、なんか他の道行けないかなっていう、他の代わりの道でもいいかな、もう少し安全になったら、高齢者の方とかすごい車道を出て自転車走らせてるんですけど、あれ危ないなって思うんですよね。船橋は本当にいつ行ってもあれなって思うね、はい、借金をして道路整備をもっとしてほしいみたいなところってのもあると思うね。その話に関連するんだけど、やっぱり国政って遠いじゃない、あの安全保障だとかね言われて、まあ、ピンとこないじゃん、台湾と中国、まあ、もちろんそれもそれで超重要な話なんだけど、それよりはねトイレの話とか道路の話とか含めて結構身近なね話が国と地方で、あ、地方ってで投票率低いわけ、むしろ衆議院選参議院選より知事選とか統一地方選市議選県議選の方が低いわけ、興味持たれないんだけど、でも本当は知ってれば、皆さんみたいにこう授業で学べばこっちの方が分かりやすいじゃないみたいな、あのメリットが直接分かるじゃないっていうのがあると思うんだけども、一方であのアンケートの中にもあった通り、なんか回答聞いたらなんかいいことばっかり言ってんじゃねえのみたいなね、まあ、そういうような意見もあったと思うし、まあ、政治家って実際にそういう人はいるのはもう確かだから、その辺ってあの何だろう、あの関わった分 そういうものも多分感じると思うんだけど、その辺ってどう？もちろんいいことばっかり言ってて、それが本当に政策として反映されて、うん、生活が良くなるのならいいんですけど、うん、やっぱり現実問題さまざまな折衝があったりとかすると思う、うん、そういうことを踏まえるとある程度やっぱりその理想論よりは現実問題としてどうなのかっていう、その現実的な公約だったり、うん、そういうのがあると、なるほどね、もうこれはありがとう。選挙だけじゃなくこうずっと継続して興味を持ってもらえると、あのなんかこう目利き力も、こう皆さんの有権者としては目利き力も上がってくるんでね、そういった意味でもまあ大きいかなっていう感じがしますよね。これちょっと一方的に逆に私が聞いてきたんだけど、逆に皆さんが私に聞きたいこととかってある？当時は聞けなかった、これは今で一ついいですか、うん、あのよく、学校の先生方だったり、うん、大人の方から、うん、若い人が政治投票率が低いのは何でだと思うっていう、そのボールはよくもらっているんですけど、逆に大人の方たちはどういうふうな見方をしているのかなって、あ、なるほどね。まあ一つはもう当然ながら、忙しいからじゃないっていう、あの直接その政治との関わり合いの必要性が多分順位が低いんだと思うんだよね。例えば子供ができたりとか、もう老後が近くなってくると、やっぱりこう行政と税にお世話になることって当然あるんだけど、20代の頃ってピンピンしてるし楽しいから、その政治に何かこうやってもらわなくてもなんかっていう、その優先順位の差だと自分なんか思っているのと、うん、あの教育を頑張ろうって、例えば、うんうんうん、まあ、誰でもいいんですけど、あの議会の方が言ったとするじゃないですか、うんうんうん、当たり前にみんな教育良くしたいと思ってるじゃないですか、うん、でも実際問題難しいじゃないですか、なかなかこうすぐ行動に出せないじゃないですか、うんうん、どんぐらいのスパンがあるんですか、一回その決めたことに対してどんぐらい話し合って、うんうんうん、逆に教育費出すなって言ってる人たちは何考えてるのか、まず一つは、まず限られたお金の中で教育、それからあとは子育て、高齢者、医療、まあ、いろんな分野があって、どれも結構どれもこれ一番でしょって関わってる人たちからすると、いやどれも一番なのね、そのどれも一番の中で戦ってるんで、教育もかなり重要だけど最重要にならないケースもまずあるっていうのは一つあるよね。でもう一個は、教育ってなんて言ったらいいかな、すぐに結果が出ない
よね。こう有効かどうかがよくわからないっていう世界が例えばありますと、あのスクールソーシャルワーカーを増やしましたと、別に数字では結果は出ないわけ。明らかに助かった人のミクロの事例はもうめっちゃあるわけだけど、これが税を投入して、いやこれ良かったでしょ、もっと増やしましょうっていうふうに結果が出るのって10年後かもしれないねみたいな。教育ってそんな人間のこう頭の中とか心の中って数値化できないじゃんっていうのがあるんで、その経済とか他の政策と違って、だから100投下した、こう結果出た、よしここだと、よりこうやってっていうふうに、まあ簡単にはいかないってことはあるよねっていう。めちゃくちゃ納得しました知らないところでやっぱり動いてるんです、いろいろお金とかが。僕らね、すごい皆さんがね、見合い通ってすごい議論してる、はい、先ほど知事がおっしゃったように、やっぱり何ですかね、投票率が低いっていう若者のところはちょっとやっぱり何とかしたいな、高校の授業で何とかできないかなっていうところは思っておりまして、あの10代の投票率はある程度あるんですけど、20代になるとグッと下がっちゃう、うん、このあたりはもうちょっとあの政治の参加意識を持続できるにはどうしたらいいかっていうのは、あの探っていきたいなと思っております、はい、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。